はい、こんにちは、あまねこです。今日なんですけど、これからね、箱根タンパイクまで走っていきたいと思います。で、実はですね、今もう小田原市街地の方まで来てるんで、もうね、ちょっと行っただけですぐにタンパイクなんですけど、いやー、タンパイク自体がね、結構来るの久々なところはあって、少し前に WRX で実はね、カメラを回さずに来たことはあったんですけど、今回はね、こちらのね、ボルトフィーノくんでね、走っていきたいと思います。いや、ポルトフィーノでね、こういうところに来るの私初めてなんですよ。というか、もうポルトフィーノで遠出をしたことがなくて、今回初の試みでございますが、やっぱりね、このポルトフィーノでもね、走っていきたいなという気持ちがあったんで、今回はタンパイクをドライブしていきたいと思います。まあ、今日はですね、3連休の中日ということもあるんで、意外とね、走りに来てる人も多いんじゃないのかなと思って、他にどんな車が来てるのかもちょっと楽しみだなと思いつつ、それでは今日もご安全に行ってきます。なんか今気づいたんですけど、あの料金所も多分左ハンドル用の窓口とかない気がするんだよね。右ハンドル用の料金所の窓口しかないと思うんだけど、それって大丈夫なのかな。まあドライブスルーもなんとか行けたし、行けなくはないか。で、ここを右折したらタンパイクですね。行きましょうかね。どうかな、人多いかな。で、さっきまでね、すごい雨降ってたんだけど、気づいたらもう晴れてきたね。もういいね、途中からオープンにして走るのもありかもしれない。なんかめっちゃ腰痛い。ちょっと疲れたようですね。一休憩しますか。ちなみに景色はね、こんな感じです。いやー、雲の上にいますね今。はい、ということでスカイラウンジ到着しました。スイーツでも食べますか。一番向かいに行けばいいんだね。はあ、ここは閉まってんだ。もしかして営業してない？2階やってる。はあ、待って、ラストオーダー終わってる。
やば、ラストオーダー終わってんだけど、残念、何も食べれないやつではないかこれ。ふわーん、悲しすぎ。ソフトクリームぐらい食べたかったけど、もう何もやってないんだもん。しょうがないね、残念。もう残念ですが、よいしょ。とりあえず今日のね、目的は走りに来ただけなんで、まあしょうがないです。スイーツが食べれないからといって、もう特にね、そんな文句を言ってられませんので、走っていきたいと思います。少しね、下りも走って楽しんでから十国峠とか行ってこようかなと思います。でもね、こういうね、峠とかでもさ、ここは一応高速道路とはいえ、制限速度もね、50キロとかなんで、そんなに出せないんですよ。なんでね、やっぱね、ちょっとね、サクッと行きたいなって思うところがあるんですが、まあ、それでも全然楽しめるかな。法定速度内でもしっかり楽しませてくれる感じが、感じに日も落ちてきてね、なんか夏の終わりって感じするね。で、ここには鯉がいるんだね。なんかすごいいっぱいいる。餌とかあげれたりするんかな。あ、鯉の餌ある。1袋100円か。餌あげましょうかね。餌はこんな感じです。すごいすごいすごい、みんな取り合いになってんの。うまいか、うまいか。わあ、すごいでかいなこいつ。こいつ一番食べてるでしょ。もっと体のちっちゃい子たちも食べさせてあげて。あ、すごい、小田原市街かな。めっちゃ綺麗に見えるんだけど。いや、峠ってさ、こういう感じでね、景色がいいのがね、またいいのよ。マイナスイオン感じていい気持ちになったんで、移動してきますかね。こんな感じで適度に休憩を挟みつつ走っていくのが一番いいよね。そしてもうね、結構暗くなり始めてきてるんですよね。やっぱね、日が落ちるのが早くなってくるとちょっと寂しいね。涼しくなるのはすごいありがたいんですけど、日が落ちるのが早いと撮影できる時間もね、だいぶ限られてくるんですよ。それがね、YouTuber としてはなかなか困るところでございます。箱根峠、道の駅に到着です。何かしら頼むのが欲しいな。ちょっと小腹空いてんですよ。さっきのさ、サンパイクのあそこの休憩所で何も食べれなかったからな。でももう遅いんだよね。もう6時前とかになっちゃったから結構やってないかもしれない。残念、売店は10時までみたいでした。残念なので悲しいですが、アイスを食べて帰ろうかなと思います。チョコモナカジャンボがないんだ。あー、じゃあクッキーサンド。うん、高っ。こんなにするんだ。300円ぐらいもするね。でも食べたいのクッキーサンドぐらいしかないな。すごい落としたけど大丈夫そう。いやー、すっかり夕方になっちゃいましたね。そろそろお家に帰りますか。
はい、ということでね、今回は私の愛車フェラーリポルトフィーノくんで峠走りしてきました。今日が3連休の中日だったんですけど、タンパイクあたりは意外と人がいなくって、割とスイスイ走れてとても気持ちよかったなと思います。そしてね、やっぱね、 WRX とはねまた全然違う楽しさがあるね。やっぱね、こういういかにもなスポーツタイプ、まあスポーツクーペっていうのがいいのかもしれないんですけど、まあ楽しいよ。しかもね、このエンジン音の臨場感とね、あとはね、加速した時のこの荷重のかかり方とかも全然違って、いやなんかね、今2台持ちしてるっていうのもあるんですけど、こういうね2つのタイプの車のね違いを楽しみながら走れるってすごく贅沢なことなんだよなって気づかされたり、いや今ね私この2台でねすごく貴重な経験をさせてもらってるなって思ったり、なんかねそんな気づきのある走行だったなと思いました。まあまだね、こういう感じの峠に走りに来たのは初めてなので、これからねまたいろんな峠もこのポルトフィーノくんと走ってみて、またね個人的に一番楽しい峠、マイベスト峠をね見つけていけたらなと思っております。いや、なんだかんだね、こんな感じのね、もう暗くなるまで遊んできちゃったんで、今日はそろそろお家に帰りたいと思うんですけど、まあね、さっき買ったね、このアイスだけ食べてね、まっすぐ帰っていきたいなと思います。はい、ということで、今日も最後まで動画をご視聴いただき、ありがとうございます。この動画がいいと思いましたら、チャンネル登録、高評価ボタン、あとコメントも忘れずにお願いします。じゃあねー、バイバーイ。アイスがいい感じに溶けて美味しい。